皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日もね、前回の続き、レッドデッドオンラインの、キャラクタークリエイトの方の続きの方をやっていきましょう。今回第2弾ということでね、前回、遺伝の、だからあれですね、ベースのパーツ1から4までね、やりましたね。今日はね、だから、そこから4人、だから5、6、7、8人目まで、ちょっとやっていこうかなと、思っております。まあね、概要とか、ね、こんな感じでやっていきますというのはまあ前回伝えたと思うんで、まあ、前回の、ね、動画なんかを見ていただいて、まあ、こんな感じでやっていますというのは確認していただくという形でお願いします。というわけでね、早速やっていきましょうか。プレイ。Okay, you head through there.はい、じゃあやっていきましょう。ね、まあ前回同様、名前はレベッカさん、で固定しております。どうでもいい情報ですからね、これは。さあ、外見、前回4だ、4が最後、ね、5。いやー、どうだろう。まあでもやってみないと分かんないっていうのが前回の感想ですね。まずは年齢を、下げますと。Take the time and get this right. すげえ黒くなんな。ちょっと俺はね、あんまり真っ黒っていうよりもちょっと浅く黒い感じが好きなんで、ちょっとこちらに。From what I hear, まず髪型を見やすい髪型に、すると。ちょっとアフトは、まあ。これにしますか、色も黒で、はい、ちょっと私はリアリティってものも大事にしてるんで、黒人がね、金髪、まあもちろん、そうね、信じがたい、染めたりとかね、まあできますけど、この時代にどうかなっていうのがあるんで、目立たないを一番、お手入れを一番枠する。で、この辺りナーシーにすると。で、これはおのおの好きなのあれば、まあ、入れていただく感じに。そばかすとかね、ほくろとか。あんまりでもね、強めに出せない方がいいと思う。よし、あとメイクか。パンで。チーク、アイシャドウも入れとくかな。あ、まあ入れないとこうか。まだ入れないで、なしで、なしにして、この段階でちょっといきましょう。それで、最初にね、もう前回も話しましたね。まずは棒予想を決めたいと。太め、okay, then. 細め、目の色、まあ、黒人ですからね。緑色か。茶色、茶色ですかね。眉毛、どうだろう。<Yep. S 1> なんかあれだな。垂れ眉な感じだね。これで、あれにすごい似てんだよね。ラマー。
あのグラセフのラマーにすごい似てるんですよね、目が。どうしようかな、整った、切り揃った。切り揃ったにしますか。で、のんき、普通、狭い、広い、きつめ、きつめはねえな、やっぱり。広い、狭いもない、普通か広いだな。ちょっと、のんきはちょっと、あの、ラマー感出てきちゃうから。ラマー感強く出てきちゃうから、ちょっと、広いにしてみましょうか。広いじゃない、普通でいいか、普通でいいね。で、私の好きな上向きの花、でも黒人の女性って大体上向きの花なんで、あえて細い花にしてみてもいいかもしれないね。あーでも上向きの花だな、ソルタクチ。個人の女性は、まあ、唇ちょっと太めなんで、あえて普通もしくは薄い、薄いだな。この子ちょっと唇がだいぶ、主張強めなんで、引っ込んだ顎、エラ、普通、幅広、狭い、引っ込んだ狭いぐらいがいいんじゃないかなと、バランス的に、そんな感じがしますね。普通の耳、普通の耳、綺麗な耳です。この人こけた方、普通の方、こけた方、やつれた方、なるほど、やつれた方、こけた方、こけた方でちょっといってみましょうか。じゃあ細かいとこを決めていきましょう。細かいとこ決める前に一番最初に顎先決めよう。顎の形、あでもいい感じの、今の値がちょうどいい気がするな。顎のデカった。ちょっと小顔にさせていったんで、4つ目の真ん中ぐらいにしましょう。下顎の形、狭い。で、高い。ちょっと抑えめにして。いい丸みだね、顎の。いいですね。顎の長さ。これをちょっと引いてやったらいいんじゃないかな。おでこのね、私ね、このおでこの、カーブの延長線上に顎のカーブがあるみたいなね。のが、ちょっといいんじゃないかなと思ってます。こんな感じですね。こっから決めていきましょうか。そしたら多分、バランス取りやすくなるので。目と眉。眉の形、なんか困り顔になってくるな。この辺りの ここですかね。眉の高さちょうどいいと思うんですよね。あと、顎と調節してあるんで、これは動かさずにこのままにしましょう。目の形、垂れ目、釣り目。まあ、普通ぐらいの。にしときましょうかね。で、まあ、黒人の方は結構前に眼球が出てきてるんで、ちょっと抑え目にしてやると。いいですね。
で、目の位置。うん。これは普通は真ん中が多分いい感じですね。うん、ああ、なるほど。これ、ちょっと幼なげな顔立ちの方が多分、黒人女性は、可愛らしく見えるんじゃないですか。ちょっとだから、下げ気味。うん、今んとこいいんじゃないでしょうか。で、鼻、黒人の女性はもう鼻がとりあえずあの幅広というか感じなんで、これちょっとうまく狭くしてやりたいと。うん、でね、鼻の下ができるだけあんまり主張しなくなるように鼻をできるだけ下げてやる。違和感ない程度に下げてってください。違和感があるほど下げると、それはそれでこっちが問題、鼻が問題になってきちゃう。鼻の形長い、まあ、ちょっと低めなんで、ちょっと高めに作ってやってもいいかもしれない。あんまりでも上げすぎてもってのあるね。あのこのゲーム、あの鼻の高さ結構ここで見るよりも出てくるんで、ちょっとまあそんなにびっくりすると高くないなってぐらいにしていた方がゲームに落としたときバランスがいいかもしれないですね。で、小鼻はちょっと存在感ないと今度鼻の印象が減ってしまうというか。でも黒人女性はもう豚っ鼻系にそもそもなってるんでね、ご覧の通り上げるとちょっと違和感出てきちゃうんで、かといって下に下げてもだね。うん、いい感じで。あ、ちょうど真ん中だな。まあいいね。真ん中にしよう。鼻はこんな感じでしょうね。さて、問題のお口。で、この子は上唇厚めなんで、まあちょっと厚み幅、あの口の幅の広さはまあいいでしょう。で、浅い深い、これちょっとあのツンと前に出てるんで、下げてやっていいんじゃないでしょうか。うん、こんなもんかな。ちょっとでもだな。で、口の位置、違和感ないなく上にしたい。違和感なく上にしたい。うん、いいね。で、上唇の形が狭く薄いだな、この子は。それでもだな。で、下唇を逆に厚くして、うん、厚くして上唇の太さを相殺させると。うん、で、下唇が出てる感じするんで、ちょっと下げてやると。これだから鼻先とね、顎先の一直線上にね、上唇、下唇の先が当たるような感じ。上唇をちょっと出す。ちょっと引いてやりてえな。浅い。こうだ。難しいとこですけど。微妙な。うん、こんな感じでベースが完成したのではないでしょうか。ちょっと眉毛の形はもうちょっと、うん、垂れ下がり気味の眉毛だな。あ、ふさふさ、濃い、整った、切り揃った。やっぱ切り揃ったが一番バランスで出てますね、これね。で、耳はまあ
ここでいいでしょ。で、ほっぺただ。まあ、このいい感じの顔の丸さを維持する狭さで、頬骨の高さ、黒人ちょっと下げ気味なところあるかな。あ、でもなバランスは取れてるけどな。ちょっと一回高くで作ってみましょうか。で、ちょっとあのこっち上げてどうなるかみたいな、これぐらいかな。で、ちょっと一回横顔見ます。悪かはない。口どうかな。口もうちょっと上、いや唇が厚いんだよな。ほっぺたはいい感じですかね。もうちょっとふっくらさせてもいいかもしれない。もうちょっとふっくらさせましょうか。ちょっと限界まで行ってどうなるか見てみよう。ああ、いいな。こっちの方がいいな。うん、いいですね。うん、いいですよ。これしましょう。それで、まあ、歯はこのままでいいと。じゃあどうしようかな。まあ、そばかす入れなくてもいいか。ほくろちょっと入れてみようか、一個。どこにほくろをつけてやるのが可愛く見えるのか。大小。ちょっとでかいな。少ない。鼻の横のやつ、ちょっとあれだな。結構あるな。小さく大量。目立つ。あ、首筋に目立つ感じなんだな。でもこれいいよね。これをちょっと、こんなもんで作りましょうか。 OK、 メイク。ファンデーションもちろんね、黒人なんか感じ変わってきちゃうから、なしで。チークちょっと入れてみる今回。チークローズをもう極力薄く入れる。血色よく見せると。いいね、アイシャドウ。他の化粧も見てみようか。今のところ全部ね、ハイライトでやってきてるから。黒人女性はスモーキーアイ黒いいないいね上品なアーチ。おお、悪くないのもあるよ。ちょっとこれは分かりやすすぎな。陰影これいいんだよな。いや、でもスモーキーアイの黒ちょっといいな。ちょっとこれでいってみようか。怪しさすげえ出ていい。で、あんまり薄すぎない方がいいね、これね。ちょっともう結構主張するぐらいあった方がいい。面白い。ハイライン。ハイラインはシンプル。もうスモーキーアイで結構隠れてるとこあるからね。跳ね上げなんかを入れるか、カーブ、アンダーライン。
アンダーラインか。アンダーラインすると目がしっかりするね。フックカープに跳ね上げだな。跳ね上げちょっと強めに入れる。唇すごいな、この子。これでも一番薄く作ってますからね。ぼかした、あのごちゃごちゃになってるやつね。赤とかピンク違うな、紫。紫のライン、いや、ちょっと違うな。グラデーションもこの子に関してはちょっと違うな。マットの方がいいかもしれない。いいですね。いや、怪しい、怪しいな、この子。すげえ男を手玉に取るぞ。なんとかこの唇どうにかならんかな。いや、無理だな、これ以上どうにもならない。よし、これで OK ですかね。ちょっと確認してから、あとあれだね、1人目のレシピがあの一連で見せてないから、ちょっと前回の動画で多分1人目気に入ったって人はちょっと見づらいかもしれないんで、1回あのレシピ見せていきましょう。ちょっと待ってね、全てを確認してから。髪型どうしよう、ちょっと髪型変えよう。前回の黒人のこれ子がこれだったからね。あ、やっぱお下げ髪は怪しい化粧している人は似合わない。あ、でもあれだな、選択肢がそうないな、最初ね、選べる髪型ね、うん、これにしとこうか。ちょっと茶色みがかった黒とかにしてみたらどう。いいね、エロティック。じゃあ見せましょうか。遺伝5、肌の色真ん中、18歳相当の、シワ、体格細め、目の色14分の13、眉毛切り揃った、目と眉普通、眉の形こんなところ、幅広い手に呼びがち、ちょうど真ん中眉の高さ、目の形は釣り目気味の深め、目の位置は、下下げ気味のちょうどいいところ、真ん中ぐらいだね。で、鼻、上向きの鼻で、鼻のサイズはもう狭くね、黒人ですから、鼻が、大きめに取られてるんで、あえてここは狭く取るぞ。で、鼻の形はちょっと長めにしてあげたと。鼻の先はね、もともと上向きなんで変える必要ないなと思って、このまま、口と唇、薄い口もう極力上唇を補足して、唇全体を下げるような、カスタマイズ、ご覧通りです。うん、下顎と顎先狭い、顎の形こんな感じ、顎の出方は浅め、下顎の形は、高く傾斜して狭め、顎の長さが深めと。こんな感じですね。横顔も綺麗、うまくできているなと。耳、普通の耳の真ん中変えてません。ほっぺた、こけた方、頬骨の形こんな高めで狭く、頬骨の高さは、浅め、
極浅めだね。だからもうほっぺたが前に出てきてる感じで、歯は均衡な歯、もうこれはもうこれしかない、うん、他の歯はもうひどい、うん、ね、ボロボロ農家の人、神経が死んだ、歯茎もう歯がない、田舎者はもうなんか見てやべえなこれ健康さんもう映せねえわで髪型は、フルカールボニーテールの、髪の色は17/6のところで、ライフスタイルをご覧という目立たないもうだから肌の、斑点はもう入れてない、うん、顔色ホテリもうちょっと濃く入れてたけど、このか、あ違うわ、チークを入れたんだ、入れてないわホテルは。でほくろだけ入れたというところだね。疲労はもちろんないし、よく寝れてる方です。でメイクアップ、ファンデーションなしで、今回チークをちょっと入れてみました。ローズで、ね、ちょっと淡めに、でスモーキーアイで、いつもはね、あれですよね、こちらのハイライトの茶色を使うんですけど、悪くないけどねこれもね、まあ、今日はちょっとスモーキーアイのこちらで攻めてみました。アイシャドウの黒、あ濃さはこんな感じ、強め、ちょっといつもより強めにつけてます。アイラインもそうですね、跳ね上げのちょっと強めに入れてますと。口紅がマットの紫、もうあんまり唇がそもそも目立つ子だと思うんで、あんまり色強くしすぎると今度唇ばっかりに印象が残っちゃうと思うんで、ちょっと淡めにつけるという感じをしております。いかがでしょうか。なんかあれだな、メイクアップアーティストみたいな言い方してるのこれただのキャラクリエイターですよよし、じゃあこれでいきますかね。適当、いいよね、うん、さあじゃあ、うん、皆さんにはね、ムービー飛ばしたゲームに落とし込んだところで、うん、カットさせていただきます。はい、綺麗です。Now ma'am, how about you pick up these guns and we move out?My mistress is waiting for us. さてどうでしょうかね、見てみましょう。まずはカメラを一番近いところに寄せて、日の当たる方向へ、こちらだね。でちょっと歩かせてカメラに寄せる。やっぱり唇だな。いやでも、あでもほっぺたあれだな。ちょっとなんかちょっとやっぱ違うね、だいぶゲームに落としてみるとだいぶちょっと違う感じになったな。いやまあでもそんなひどいかっつったらそうでもない、うまくできている方だとは思う。ちょっともっとね唇がっつり引っ込めてもいいかもしれないね。うん、目の周りあたりは綺麗にできますね。ただもっとあれだな、この子は唇が割合高いから鼻をもうちょっと上に上げてやって、口をもっと上に高く取ってやった方が、いいバランスだったかもしれない。うん、まあ、でも、そんなにひどくないな。うん。可愛らしいっちゃ可愛らしい。よし、じゃあ。次行きましょうか。まあ、まあ、
まあ合格点ですかね。まあでもちょっと前回のね、4人目の子の成功例を見てしまうとちょっと物足りなさ感じるけど、まあ悪くないでしょう。よし、じゃあちょっと髪型変えたらまた印象変わると思うんでね。次行きましょう。How about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Come along. さてと。You better get on this horse. いやー、しんどい戦いでしたよ。いや、このね、フェイスが一番難しいなと思って、美人を作るのって、これ完全にネタ用の遺伝だからね。まあちょっとどんなもんか見てみましょう。いや、まあちょっと柔らかい印象の、まあでもそんな思ったことひどくねえな。ゲームに落としてみたらねえ、優しい、絶対優しい、絶対おっとりさん。いや、なんか思ってた以上にいいな。全然悪くないですね。なんかもっとひどい化け物できるのかなと思ったら、いや、なんならね、キャラクリエイトのあの画面だとそんなよく見えなくて、まあちょっとこれは難しかったなと思ったんだけど、いや、結構嫌いじゃないな。うん、なんだろう、誰にも好かれるおばちゃんな顔してるわ。おばちゃんかい、結局。いや、でも、うん、嫌いじゃないっすね。なかなか頑張れたんじゃないでしょう、うん、いや、俺、でもさっきの子より全然こっちの方がいいわ。じゃあ、行きますか、次に。今、2人目終わったとこだね。うん、じゃあ3人目いきましょう。Thank you.
How about you pick up these guns, and we move out? My mistress is waiting for us. Come along. Then you better get on this horse. よし、じゃあ見てみましょう。この子はね、難しかった。とにかく難しい。あのね、眉間のね、あ、でも、あ、でもちょっと残るな。このね、眉間のシワがね、ちょっとほっぺた膨らんでるな。何この、この感じなの。いや、だいぶ違うね。いや、皆さんね、こういうことがあるからね、一回ゲームに落としてよく見てみなきゃダメなんですよ。うん、まあでも、この子の難しい点は、もう、完全に眉間の、しかめっ面になる、言うてみたら、ゴルゴ13と同じ、眉間のシワがあるんですよ。だから今、日の光が当たっていいんだけど、これほら、ちょっと日の光の当たり方変わってくると、完全なしかめっ面するんですよ。うん、いや、難しい、この子。この子難しいですね。あともう、完全に、ほっぺたなんだろう、あの暗み。ってなってるわけ。この、なんて言ったらいいのかな。獅子土壌みたいなほっぺた。昔の獅子土壌。昔の獅子土壌ってやな。昔の人だからみんな知らねえわ、多分。いや、なんだろうな。なんかちょっとね、キャラクリの画面とだいぶ違う感じでできるね、この子は。うん。ちょっとだいぶ違うな。うん、ちょっとね、しかめつらな子だから、なんか、どうにかしてちょっと明るい顔立ちにできないかなと思って、ちょっと眉毛も高めにしてみたりとか、うん。化粧も明るめにしてみたりとか、まあ、してみたんですけどね。難しいですね。ちょっとほっぺたの感じ、失敗してる感じですかね。まあ、これはキャラクリとね、なんだろう。ゲームに落とし込んだ時の差っていうのがちょっと如実に出たな。うん。この多分ほっぺたの膨らみの消し方は多分これね、こけた方だとこうなるのかもしれない、この子はね。うん、もしかしたら何か別のほっぺたで、うん、だからなんだろう、やつれた、やつれたもどうなのかな。やつれたか普通の方にして、ちょっと小さめに作ってみたりとかね。うん、それで顔のシャープさをちょっと作ってみた方が良かったかもしれない。うん、ちょっと課題点の残る子ですね。まあでも、このシワさえなければ、うん、可愛げなんだけどな。まあ次行きましょうか。ちょっと難しかったね。これこの子は今までで一番難しかった。うん、じゃあ次行きましょう。
ma'am. How about you pick up these guns, and we move out? My mistress is waiting for us. Come along. よし、見てみましょう。最後の一人。ああ、いいな。ああ、でもちょっと鼻が高かったかな。全然可愛らしい。これ、この遺伝タイプはあれだね。うちの民警団のユースケさんと同じやつだね。最初のデフォルトのやつはもう完全にユースケさんで。あ、これユースケさんだなと思って。いや、なかなかね、作り替えのあるベースですね。最初のデフォルトと全く別人できるベースだと思うな、これは面白い。これ作ってて本当に面白かった、これもうちょっと精査すればかなりのもんできますよ。もうちょっと細かいところをこうゲームに落としてみて、あ、ここ変えた方がいいなみたいな、見つけて変えてみたいなことやってたら結構なレベルの子できるな。でね、ちょっとね、私のまあこれ完全なあれなんだけど、勝手な思い込みというか、ちょっとね、アメリカのさっぱり系の顔立ちの子はそばかすとちょっと顔が赤らんでる方がいいなと思ってて、そばかすと、チークのね、チークだったかな、チークか、チークのほてりをちょっと強めに出してみました。この子なんかね、鼻のこの影の渡り方だと思うんだよね。完全にね、このなんかちょっと黒くほくろっぽく見えて、日の当たり方でほくろみたいに見えてた。あ、当たり方だな、これは。いや、いいな。いや、楽しかったな。この子は、本当に、可能性がある。いや、ちょっとね、鼻のね、形とかね、いろいろ見てたら、いや、難しい。この子も難しいなと思ってたんだけど、ちょっといじってみると、結構な、変わりようよ。いや、いいですね。最後の最後で一つ当てた気がするな。もうちょっと化粧濃いめに出してよかったな。ちょっと淡白すぎたかもしれない。いいですね。では、この子は多分細めで作った方が多分見栄えがいいな。いやー、なかなかよかった。ちょっと今回は苦戦気味だったんで、3人目まで苦戦気味だったんで、3人目すげえ大変で、どういじってもゴルゴシワが消えないから、いやー難しかったけど、3人目じゃない、4人目は結構いけたな、これは。いいね。ちょっとさっぱり醤油顔のアメリカ人、いいですね。あ、いいなぁ。ずっと見てられるな、この子。いや、いいですね。この髪の色もこれ当たりだな、この子に。ちょっと赤毛がかった明るい、ブロンド。で、目の色もやっぱちょっと薄めの青系の。いいなぁ。すごくいい。鼻がね、わし鼻気味になりがちなの、どうにかまっすぐ。これでも本当に上向きの鼻に、だいぶ力入れたら、いい感じの形になった。もうちょっとやっぱ鼻、でもね、鼻、だいぶ俺低くしたよ。
これちょっと行き過ぎかなって思ったから、まあちょっと戻した感じあるけど、ちょっと鼻結構出るね。まあでもこれぐらいの高さがこの子に合ってるっちゃ合ってる、うん、いやいい子できた。すごいずっと大絶賛してたな、ごめんなさい。うん、まあこんな感じでしたがね、今回、4人目終わったんで、今日はここまでにいたしましょう。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、鬼門とするべきね、あの黒人3人娘、うん、ちょっとねやっぱり1人目成功しましたけど、まあ、2人目はまあまあできたと思うんだけど、ちょっと4人目はもうあのいじりよ、まあ、ネタの部分で用意されてる多分ベースだと思うんだよね。あれで美人作るのはなかなか難しい、うん、まあでもそれでもちょっと味わいのある子はできたかなとは思ってます。ちょっとねあんまりあの分かりやすい美人作りたくないなって人はちょっと狙ってみてもいいベースかもしれない、うん、ちょっと味わいのだってあれを選んで美人にするなんてなかなかいないでしょ。ねもっとやりやすいやつあるし、あれ一番のパッと見一番やべえ感じなのよ。顔もでけえし、あのパーツがもう一つ一つがでかい、とにかくもうどうしたらいいんだっていうとこからスタートするから。うん、まあだから誰もあそこから美人を作ろうとは思わないよ。みんなあそこからネタキャラに寄せてくから、あの唯一無二のキャラクターになりそうな気がするね。うん、いやーちょっとこれ面白いな、やってて面白いんですよ。、うん、いやーまあ今回はここまでにしましょう。次回ねだから今8人目まで終わったのかな、123456788、うん、だから次回9101112番目まで、やってきます。ここの12までのうち10だったかな、10が私のね、まあ、メインキャラのレベッカで使ってるフェイスタイプなんで、ちょっと力入れてやっていこうか。、うん、まああのだいぶいい素材が揃ってるところだと思うんですよ、90、11あたり、うん、ちょっと楽しみですね、うん、まあそれもちょっと近いうちにちょっと作ってまたあげますんで、よろしければね。まあ、参考に。まあ、このままコピーしてもいいですね。全然。あの、参考にしていただいて、ね、自分の唯一の、ね、愛すべきアバターを作ってみか、見てはいかがでしょうか。最後に噛むんかい。作ってみてはいかがでしょうか。というわけで、じゃあ今日はここまで。お疲れ様でした。ごきげんようさよなら。お疲れ様です。